駒は、将棋において盤上に並べて動かす用具である。駒を識別するため、先が尖った独特の五角形の木片の表裏面に文字が書かれている。本校では、将棋の駒の歴史や制作法について記載する。駒の種類については、将棋類の駒の一覧を参照。製品としては、将棋駒と呼ばれ、一般には、将棋の駒と呼ばれる。 現在一般に行われている将棋は本将棋であり、本校でも本将棋の駒について解説するが、書かれる字が違うだけで他の将棋で使われる駒も正方に変わりがない。平安時代から五角形の板に墨で字を書くという形式を保ち、ほとんど変化していない。現在発掘されている駒で年代が特定されているもののうち最も古いものは、 奈良県の幸福寺休憩大跡から発掘されたものである。駒と同時に天行6年と記された大工寺軸が出土しており、駒の製作時期が11世紀頃であることが、ほぼ断定されている。駒は木管を切ったものに墨で文字を書いて作られたと見られ、長方形の板の先頭部を尖らせており、すでに現在と同じ五角形をしていた。駒の発掘品として、 越前朝倉市の一条谷間などからのものがある。戦国時代には、苦行の水瀬金成が作る、将棋駒が最高級品として知られ、足利義明は、造毛の駒を注文した記録があり、徳川家康は多数注文して、初代名への新物としていた。江戸時代には、庶民向けの書き駒として、万太郎ごまや、玄平駒が使用された。明治時代に入り、 もっぱら実用品であった駒が工芸価値のあるものとなった。東京では駒市の初代豊島達山が盛り上げ駒の手法を確立し、それまでに使われていたいくつもの書体をまとめ、洗練させた。ブチや木を駒基地に生かしたのも初代達山である。現在、駒を9割以上生産している山形県天童市では江戸時代末の源氏2年に、 吉田家から伝わったとする資料が有力視されていたが、その後の研究では18世紀には、将棋駒の製造方法が天道に伝わっていたと見られている。当時財政状況が悪かった天道藩が、当時流行っていた将棋に着目し、武士に将棋の駒の製造を進めたのが始まりと言われている。古い天道駒は、付近の山から切り出した雑木を斧で割った生地に、 独自の草書体字が、漆書きされたものであり、不揃いで庶民向けの低価格品が主であった。明治時代中期には、東京から、会書体の駒が伝わり、大正時代には掘り駒の手法が取り入れられるようになり、また記事は、機械で揃ったものが作られるようになって、現在に至っている。現在は記事に、スタンプで印字する押し駒や、機械彫りの低価格の掘り駒が普及したため、 伝統的な天道書体の書き駒の職人は少なくなっている。1996年、天道の将棋駒は伝統工芸品に指定された。近年では、漆の代用品として、インドやブラジルのカシュート料が用いられることがある。戦国時代には、造毛の駒なども製作されていたが、明治以降、高級品は、告げで作られる。中でも、東京都、三倉島産の、 島津毛と鹿児島県産の薩松毛が一定ランク以上のコマに使われる。本津毛の代用として東南アジア原産のシャムツ毛が普及品として用いられている。また、スタンプゴマなど低価格品には、宝の木、カエデ、カバー、イジュなどを用いることもある。また、特に本津毛の生地には、ブチあるいは木と呼ばれる、生地の色が一部違う部分が入っているものがあり。 その入り方によって、トラフ、根目、クジャク目クなどと呼ばれる。ブチや木の入っているものは、見た目が美しいため、工芸的価値も高く、より高級品となる。また、マサめにも種類があって、赤まさト糸サキ、ア荒マサキなどがある。木製の駒のうさ最廉価なものは、スタンプ駒だが、アマチュア将棋大会、プロ棋士の指導対局、将棋道場などでは、 安価かつ実用性に優れたプラスチック製のコマが使用されることが多い。一船作巻き両国と番。画像のコマは逆自体。将棋駒の基本書体を上彫りという。それに対して、普及品の彫り駒には中彫り、波彫り、黒彫りと呼ばれる画数や曲線を減らした簡素で武骨な書体が使われる。スタンプ駒にも黒彫りなどを再現したものもある。 中級品から高級品には、駒の書体として、工夫を重ねたものが使われ、書体の名称が、王将の駒尻に記される。代表的な書体として、ご水のお天皇の筆跡をもとにした、近畿、小竜祭の書をもとにした、上り竜、水瀬金成の筆跡をもとにした、水瀬や、源米聖庵などに、近代の書家の筆跡をもとにした、牧良子、画道などが挙げられる。 プラスチックのコマやスタンプコマ、印刷コマなどの普及品は工業的に生産されるが、一般的な掘りコマはコマシと呼ばれる専門職人の手作業によって工芸的に製作されている。掘りコマの一般的な製法として原料となる木をコマの大きさに切って整えた後、書体に合わせて生地を掘っていく。その表面に漆を塗り、サンドペーパーで研ぎ出してコマとなる。 掘り方と漆の使い方によって、書きコマ、掘りコマ、掘り埋めコ盛り上げ駒に分けられる。近年では掘りコは多くが機械で掘られており、手掘りによって駒が作られることは少ない。そこに掘られた薪良小書きと合算作の文字中級品以上になると手作りのものがほとんどで、作者は小増しと呼ばれる。小増しによって値段の違いがある。小増しは 王将の駒尻に名前を彫る。以下に、駒氏の画号を載せる駒は、対局時の際には、禁断などでできた、巾着袋に入れた上で、10センチ四方、高さ8から9センチの駒箱にしまわれる。駒箱は、駒箱の材は、黒柿、神代欅、タモのような名木を使用する、漆塗り、組子入れ、墨丸、四隅落とし、天むくりなど、職人の技が駆使された。 工芸品として価値の高いものを使用する。また下りと同じ材を使いごま台とタイとする駒箱もある。対局が終えると安価な駒は霧の白木の箱にしまわれるが、高価な駒は平箱という面が広く平べったい箱に駒を一枚ずつ並べてしまわれる。寄船などで使用された駒は平箱に寄船の名と対局年が日き、場所が明記され対局者と 立ち会い人の署名と楽観がされる。駒袋の材料は和服に使用される金断でできた巾着袋である。素材は絹、綿などがある。神座に座る人が駒箱、または駒袋から駒を盤上に出す。神座の人が王将を所定の位置に置く。下座の人がこれに対して玉将を置く。たまに双玉の駒も存在する。この時は、 上位者が書体が入った方を持ち、下位者が作者の名が入った方を持つ。ここからは、大橋流と伊藤流に分かれる。大橋流、または伊藤流のいずれにしても、上座の人、下座の人が交互に並べていく。上座の人が駒袋、または駒箱を盤の元に入れる。上記はあくまで作法であって並べる手順は、基本的には自由であるが、多くのプロ騎士は、 伝統的に受け継がれてきた大橋流、伊藤流という二つの並べ方のどちらかを採用している。現在の主流は大橋流であり、およそ8割の騎士が採用している。伊藤流を採用している騎士は鈴木大輔、久保田義行など、ありがとうございます。